ミニマリストっているじゃん。いるいるいる。俺あれすごい憧れてんだよね。わかる。わかるよね、うん。だからちょっとミニマリストの動画見て、本当にちゃんと勉強していこう。今日はそのバカにするとかじゃなくて、ミニマリストお勉強会動画だから。うん。見ていこう。うん。一人暮らしこれでか変わった。枕カバーね。なんだ。ガジェット。いらんやろ。高さ上げる意味あるあれ。なんなんだろうね。なんなんだろう。iPad のスタンドとかもあったけどさ、うん、あんな立てかけときゃいいじゃん。なんかこんな缶とかにさ。汚ねえ缶だなこれ。見てよこれ。もう何ヶ月も灰皿として使ってる。こんなんでええやん。確かにね、開けるだけだったら ね。で最後の何やろ。プロジェクター。うん。こうでええやろが。これでいいだろ。部屋真っ暗にして。ね、これが一番なんかちゃんと見れるような。ね、はい。うん。いらないものをふるふる断捨離してくる。いらんなぁ。おぉ。もう、PDF で。寝袋もいらんよね。表情もたまる。たまるかなぁ。たまるんだろうね、女の人は。なんか止まったらおもろかった。まず TikTok からやない、断捨離すんの。これあげる時間が一番無駄だろ。これが一番でかい粗大ゴミだよね、TikTok アプリが。ゴミの吐き溜めなんだから、TikTok なんて、ね。で、もっとなんか有効活用できる時間も増えるしな。ね。これとかいる？落ちたけどもね。昔コスプレした時の。ああ、制服のスカーフ。制服のスカーフ。これ、いる？これはまあ、やっぱ泥棒来た時とか。必要だよね。一人暮らしこれいらなかった。ラグキッチンマットいらないんだ。いらないんだね。水切りカゴタオルでいいんだ。うん、確かにそれはそうかも。TVer を見ればテレビもいらねえと。うん、確かに確かに確かに盲点だったな。盲点だったわ。いらないや。確かに確かにな。うちにある。水切りカゴ。水切りカゴないね。テレビある。ラグある。ラグないね。確かに。いらないかも。いかんかった。俺ら多分引っ越すとき退去費100万くらい請求されるくらい汚してるけどね。床ボコボコだもん。たまに土足の時ない。抜くのめんどくさい。たまに土足の。リビングのソファーももうゲロ染み込みまくってるもんね。お前が酔っ払って、うん、ゲロいっぱい入ったもんね、めちゃめちゃ入ったね。まあさっと拭けばいいからな。でもまあね、うん、水拭きしとけばね。ノーセーブ。おお、こうやって、うん、いい高さに来る。なるほどね。なんかすごい白いね、部屋が。ね。大便トルネードしたいな。何大便トルネードしたくない。何ですかそれ。ほう。兼業主婦だって。いい夫だな。フライパンで作れるんだ。へぇ、玄米ね。こんな小さい器で済ましちゃうんだ、朝食。プロテインだけなんだ、それは。ママ。ミニマリストやな。へぇ、朝の準備に読書入るやついるの。ミニマリストやっぱすげえわ。どんなやつでもさすがに私服の30分読書は決めないでしょ。ミニマリストくらいやっぱ時間の管理を徹底したらもうそんなのが入ってくるんだ、モーニングルーティンに。いやー、そうね。なんだろうな、ちょっとこの部屋の真ん中で私服の大便ジュルジュル相撲をしたいな。二人で大便。何大便。こんな綺麗な部屋見たら俺ジュルジュルジュル。あーあああほう、取り返しお金をかけないとこ。
ぱ白好きなんだねみんな。ね。ほんと適してるな、うん、白いとやっぱ。いやこれらしいね。これ意味ある？めっちゃいいじゃんこれ。らしいわ。これは別にいらない手間だよね。TikTok のアイコン音符みたいになってる。いやすごいな、 TikTok もアイコンこうなるんだね。急に家押しかけて担ぎ上げて、うん、ガンジス川ぶち込むみたいな、こういう女。ガンジス川、うん、こういうもうなんか綺麗な自分でしょ、丁寧な暮らしでしょ、うん、ああ清潔に暮らして清潔に寝て朝起きてみたいな生活してるところを、うん、世界一汚ねえ川にドバやりたいよ。インドに一生その足だよ。そのままね、インドの汚ねえ街に。インドで3年くらい暮らさせて、ね、手で飯食ってやってほしいな。3年後日本にもこの部屋に返したいな、うん。え？ん？あれ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 ？なんか見たことあるな。おばあちゃんからマタッパーを捨てるんだ。なんでそれはミニマリストなの？動画にする必要あるそれ、うん、まあ、ミニマリスト的な考えとしてあるんだろうね。いらねえから、うん、なんだろうと捨てるっていう。おばあちゃんからもらったタッパーを捨てるっていう報告動画、うん、で、漫才始まるのこれ。ここから濱家が来るのか、なんで捨てんねんって来るんかなと思って、うん、なるほどな。決めてね、うん、で家も真っ白に清潔に、うん、清潔だね、揃えて。いや急にこいつの日にあの宮古島のパントゥー来ないから。パントゥー泥みたいなやつ、そう泥みたいなやつがこう泥塗りたくってく祭り。宮古島の、うん、あれ急にこいつの家に来ないかな。多分発狂して死ぬんだろうな、そのまま。痛いね。めっちゃパントゥー来てほしいここに。あれ出た、また出た、うんうん、うん、うん、確かにね、確かに、うん、嫁と娘が一番いらんくらい。一番無駄じゃない、嫁と娘が。確かにね、間違いなく一番無駄だよ、一番無駄だよな、金かかるし。一番いらなくない、嫁と娘が。一番真っ先に捨てるやつだよね、うん、捨てるべきだと思うけどな。いいの、それは捨てなくて。うん、垢抜けベランス取り方を照明変えるんだ。キモい、いや落ち着かないこれ。なんちゃって打ちっぱなし、ね、打ちっぱなしに自分でする人いるんだ、ね、あれ打ちっぱなしって、打ちっぱなしだから打ちっぱなしなのに。いやダサいなこれ、ダサ、激ダサだなこれ。床の大理石みたいなカーペットも、うん、実際行ったら超安っぽいだろうな、ね、これ。この部屋を何したくなるの。これは水蹴りスプリンクラーとかしたいな。水蹴りスプリンクラーだからこういうことよ。ああ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 あ